おじさん、すぐにアレスに行く？ああ、出発しよう。じゃあ行こう。おじさんはミレニアムタワーに行ったことあるの？いや、俺もつい最近知ったんだ。まさかあの場所にあんなでかいビルが建ってるとはな。あの場所？昔。おじさんは、なんで母さんを探してるの？話すと長くなるが、俺は弓を探しているんだ。それで妹の瑞希、つまり、お前のお母さんなら、何か知ってるんじゃないかと思ったな。そうなんだ。弓お姉ちゃんも、どこ行っちゃったんだろう。お前は、どうしてお母さんを探しに来たんだ？どうしてって、自分のお母さんだよ。理由がなくちゃ探しちゃダメなの？いや、野暮なことを聞いた。すまない。ちょっとちょっと！あなたたち、どういうご関係？え、どういうって…で、何？あなた、この子のお父さんか、なんか？いや、違う。お父さんじゃないのに、こんな時間に女の子を追いかけてるの？ダメだよ、嘘ついちゃ。こっちは見てたんだから。二人とも悪いけど、交番まで来てくれる？ダメだよ、おじさん。私、ひまわりに連れ戻されちゃう。まあ、その辺も署でゆっくりね。ほら、行くぞ。ん？何やってんの？今、逃げようとしたね。なんで逃げようとするんだね？ああ？なんだい？これ以上、お父さんのこといじめないで。は？お父さん、見た目の割に気が小さいの。だからさっきから動転しちゃってて、父に代わってお詫びします。だから、もういじめないでください。ああ、じゃあ、本当にお父さんなんだね。はい。お父さん、あんた、いい娘さん持ったね。あんたももうちょっとしっかりしなくちゃな。もういいですか？ああ、いいよ。行こう。ユミはお前に手紙を届けに来てくれたんだろう。うん、お母さんからの手紙、毎月ひまわりに。最近、ユミに変わった様子はなかったか？変わった様子？あ、そうだ。何があった？ユミお姉ちゃん、最近シャンプーを変えたかも。髪の毛すごくいい匂いがしてたんだよ。そっか。ここだよ、おじさん。すごい立派なビル。
この中に店を構えるなんて簡単にできることじゃない。きっとお母さん頑張ったんだよ。そうだな。私こんなに高い建物登ったことないよ。上からはどんな景色が見えるのかな。神室町どころか東京中が一望できるだろうな。すごいな、お母さん。そういや、さっき警官に呼び止められた時、よくとっさにあんな嘘を思いついたな。私とおじさんが親子だってこと？知らない人から見たら別におかしくないでしょ？大した名演技だったぜ。将来は女優になれるかもしれないな。さすがにそれは無理だよ。しかし俺もいつの間にかそんな年になっちまってたのか。子分ならまだしも小学生の子供か。想像もつかねえな。子分の方が想像つかないよ。ちょっといい？何してるんだ。おじさん、60回押して。あ？あ。驚いたな。暗証番号か。お母さんがね、手紙で教えてくれたの。お店の自慢の一つだって。お城みたいに広い。あ、いた。おじさん、こっちだよ。はるか、お前なんで孤児院に。わかんないよ、そんなの。お前がひまわりにいたのも母親は知ってるんだろう。なら、どうしても迎えに来ることができないって。手紙で何回も訳聞いたんだけど、それしか。ユミもそう言っていたのか。うん。ただ最後にお姉ちゃんが来た時、お母さんからってこれをくれたの。でもその時思った。私本当にもうお母さんと会えなくなるかもしれないって。あんた桐生さんでっか。元堂島組の。お初にお目にかかります。わし五代目近江連合本部の林万年。噂はよう聞いてます。近江連合ってことは錦山に頼まれたのか。俺を狙ってるんだろう。いや、電話鳴ってます。どうぞ金銭と取っとくんなれや。キリュウだ。伊達だ。キリュウ、100億の星が分かったぞ。ユミだ。お前が追ってるユミが星だ。なんだって。現場に指輪が落ちてたらしい。指輪？ああ、10年前お前から預かったあの指輪だ。とにかく東条会は彼女とその共犯の女を追ってるそうだ。共犯？そうだ。
明日セレナで話したい。大丈夫か？ああ、そうか。お前らも弓と水木を。いや、わしらが追っとんのはそこのお嬢さんですわ。え、なんでこいつを？それは言えまへんな。わしも御連合のもんですさかい。桐生さん、おとなしゅうその子を渡したってな。渡すと思うか？ほな、ぶっちゃけ言いますわ。我ほどの男をこんなところで殺しとうないっすわ。あんた、ずいぶん気が早いな。はぁ？俺はこんなところで殺されるほどヤワじゃねえよ。さすがキルさんでんな。ほな、しゃあないな。おい、やれや、ぶち殺したれや。遠慮なく言ったれや。わからない。今はまだな。
心臓移植？ええ、延命のための手術はもう限界です。妹さんを助けるにはもうそれしか。いくらかかるんです？いや、いくらかかってもいい。それで優子が助かんならやってくれ、日吉先生。お金の件は分かりました。ただそのためには適合するドナーが現れるのを待たなければなりません。それに運よく見つかったとしても順番待ちがあります。移植を受けられるまで一体何年待つことになるか。何年もって、それじゃ妹には間に合わねえ。何か手はねえのか日吉先生、本当に手はねえのかよ。何とかしてくれよ、何でもするからさ。本当に何でもする覚悟ですか？ああ、妹が助かるならそりゃ何だって。臓器ブローカーの存在をご存知ですか？え？ああ、聞いたことはあるけど。まさか。私からそういう仕事をしている人間に連絡を取ることはできます。ただその場合、手術費用とは別にまとまったお金が必要です。いくらだ？3000万。用意できますか？組長さん。松重、何の真似だ？俺に金を稼がせてくれ。3000万、どうしても必要なんだ。やり方はお前に任せる。だから頼む、力を貸してくれ松重。やり方は俺に任せる。あんたそう言ったな。はあ、初めからそうやって頭下げりゃよかったんだね。えほんじゃ、これからは仲良くやりましょうや、組長さん。じゃあ、ユミの妹ってのがアレスの瑞希で、おそらくは100億の共犯。そして、ハルカはその娘だ。行方不明だったユミは、あの子にだけは会っていた。ああ。ごめんなさい、キリュウちゃん。ちょっとお願い。あ、丁寧にね。セレナです。あの、兄貴ですか？シンジか。やっぱり連絡取りたくて方々を回ってたんです。そうか、今どんな状況だ？実は今カズマのおやっさん連れて逃げてます。何？あの後病院で手当てしたんですが、意識はまだ。でも兄貴、あの状況から見ておやっさんを撃ったのは東城会のもんです。おやっさんの居所が知れたらまた狙われるかもしれません。今どこだ？信頼できる筋に隠れが頼んでるとこです。落ち着いたらまた連絡します。連絡先はセレナで。いや、携帯を持ってる。
風間さん生きてたんだね。よかった。キリュウ、何か当てはあるのか。いや、まだ思い当たらない。足を使って情報を集めてみるさ。効率的じゃねえな。仕方ねえ、例の情報屋のところに行くしかねえか。ひょっとして伝説の情報屋の話か。そうだ、知ってたか、サイの花屋。この町のことは何でも知ってるって噂の情報屋だ。だがそいつがいるのは例の公園の中だ。西公園か。ああ、通称サイの河原。ホームレスが住み着いた公園だ。奴はそのサイの河原の中にいるらしい。だが気をつけろよ、あそこは警察も不介入の危険地帯だ。一度中に入ると出てこられないかもしれない。だが行くしかないな。今の俺には時間がない。タデさん、遥かのことを頼めるか。ああ、ここも安全とは言えないからな。こっちで保護しよう。早く帰ってきてね、おじさん。さすがや。せや。またな、キルちゃん。あまあまや。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
横に移動だよ。どこを狙うかが重要だよ。狙いを決めて。また来て。